いくら好きでもね、やっぱりね、24時間一緒にずっとよと嫌になるよね。わかりますでしょ。男女問題研究家の山崎セミコです。本日の恋愛大学のテーマはコロナ離婚を考える女性たちの件ということで、お勉強していきたいと思います。本日も引き続き私のお弟子のこうちゃん、はい、よろしくお願いいたします。そして大阪の収録なんで、これ黒姫ちゃん久しぶりに、黒姫ちゃんです。アシスタントはよろしくお願いします。はい、恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、セミコ先生、今回の相談なんですけれども、はい、シーコさん36歳からいただきました、はい、の今コロナの影響で、はい、旦那がテレワークでずっと家にいるのですが、はい、家事育児を一切手伝ってくれません。本当にストレスがたまってなりません。はいはいはい、世間でもコロナ離婚を考える女性が多いと聞きますが、はい、これって本当ですかということなんですけれども、はい、セミコ先生、これ結構今話題になってる、なってますよね。私も日刊現代でね、はい、連載をしてるんで、コロナ離婚っていう記事はね、はい、書いてるんですけれど、これね、コロナで時間が一緒にいるから離婚を考えるんじゃなくて、ずっと離婚かうっすらね、はい、考えながらいて、コロナで背中押された方って書いてるよね。ね、こうちゃんとかもそうでしたよ ね。何かがきっかけですよね、はい、うん、こういう時間がね、あれした時に、うん、ほんでね、やっぱりね、今こうやって笑いながら私たちお話ししてるけど、この世界的なね、うん、もう本当にね、危機ですよね、これすごいですよね、めちゃくちゃ危機、ね、でね、ここで私コロナの時の今現在で離婚を考えた人っていうのはね、別れた方がいいと思う。あ、そうなんですね。うん、なぜか言ったら、普通の幸せな時にね、別れたるっていうのは、うん、女性結構あるんですよ。口からポッと出たりとかね、嫌、はい、だ出ていくとかね、ちょっと勢いで、勢いでそうなの。だけどね、こんなね、緊迫した時に離婚を真面目に考えるってことは、うん、もうあかんのちゃうかな、どうやろう、うん、頭の限界、限界でしょうね、限界だと思う、うん、だから例えば日本のね、男性が世界で一番家事をしない1位なんです、うん、最悪ですね。1位なんです、これは。で、家事をしないレベルのその調査のね、そういうデータっていうのが、とりあえず8歳未満のお子さんが1人以上いるというデータから拾ってるんやけどね、これ。だから、ということは、なぜそのデータか言ったら、子供がいた方が、用事が多いでしょ。多いですよ。もうすごく用事が多いから、それでどんだけ手伝うかっていうことになるんだけど、これ男性に言いたいんですけど、はい、こうちゃんの元旦っていかがでした？もう何にもしませんでした。何にもって、どのレベルの何も、よくみんな何もしませんって聞いて、レベルがあるやん、はい、その何もしないレベルって、どんなレベルでした？椅子に座ると、もうお尻に根っこが生えたように動かない。で、お茶。多いお茶。多いご飯。ご飯。ご飯も持って行って出すの？そうです。食べたらもう。お片付けで。王様やね。もうすごいですよ。何にもしないです。あ、そう。持っていくこともしないですよね。それに対して苛立ちは覚えました？最初はね、言いましたけどね、うんうん。もう諦めちゃいますね。言っても仕方ないなと思って。うん、あのお洋服を抜きっぱなしとかそういうのは？もう全然あります。もうズボンはもうメガネみたいにね。あのセミが脱皮したみたいな感じ、ね。形がね、そうです、あんた消えたみたいな。そうなんです。靴下とかもね、その形があるような。今でもどうされてんねん、離婚されて。噂で聞かない？風の噂で。なんかね、うん、フラフラしてるみたいですけどね。あ、お酒を飲みながらフラフラね。これやっぱりね、なんていうのかな、日本って結構、うん、女の人がね、働いてても家事するでしょ、よく相談がね、このコロナ離婚を考える人って大体そうだと思うんですけど、うん、なんかシビアな相談でね、私働いてて主人よりも月収が3万多いんですとか言って話されるのね、
あ、3万ねって。だけど、家事は8割私やってるんですけど、これってなんかイライラするんです。どうしたらいいですかみたいな。わ、うん、かりますわ。わかるイライラしちゃう。で、もし仮に主人が私よりたくさん給料稼いでたら、配分的にはまだ我慢ができるけど、なんか稼ぎが良くても悪くても、日本の男性しないってことな、これ。なんでですかね。うん、あの黒姫ちゃんのお父さんどう？なんか手伝いそうなお父さんがね。めちゃめちゃ手伝います。めちゃめちゃ手伝う。めちゃめちゃ手伝います。だから夫婦円満なんじゃない？そうだと思う。そう、まあ、仲はいいですね。そうそうそう。いいね、でなんか浮気そうなお父さんじゃないもんね。浮気しないようなお父さんじゃない。そう、お小遣い余ったら返してます。すごい。いいよね。そういう人ってやっぱり、うん、まあ、最終的にはやっぱりそのなんていうのかな、自分のことすらできない人じゃない、うん、そのそう、ね、こうちゃん の 元団、ね、だってご飯食べたら持っていこうよみたいな、そうですね、だから私もなんかイラッとするとこってね、うん、あの誰かがやってくれると依存して、うん、はい、子供だったらまだ許せるの、これ、うん、わかります、わかる、はい、子供がね、あの夜にもう台所片付いて、うん、はい、飲んだコップをポンと置いてたら、うんうんうん、ああまあまあって誰もね、うんうんうん、私台所に洗い物があってあれするの嫌いだから、寝るの嫌いだから、旦那がコップポンと置いてたら嫌よね。嫌ですね。誰が洗うのってもやっぱり何これ何これって、なんで洗うね、そういうふうになるの、うんうん、そんなもんだから、でもやっぱり子供は立ち位置がね、うん、その自分より本当に召したなと思ってて、うん、なんかホールドして許そうと思う気持ちがあって、うん、旦那さんっていうのはもう大人やから自分のことは自分でしてくださいねっていうことなんで、うん、はい、これなんかコロナ離婚をね、うん、考えるというところになった時にはね、うん、だから今もういつウイルスがね、うん、そのなんて蔓延してるから、うん、はい、どこで映るかわからないでしょ今。怖いですよね。怖いの。だからね、この機会にね、はい、そのもしかしたらその病気になっちゃうかもしれないじゃないですか。旦那さんに言った方がいいですよ。はっきりと。そうですね。はっきりとそういうことを嫌なんだっていうことで言って、で今このねコロナのね、うん、蔓延してる時ってね、はい、あの浮気調査専門の私探偵者っていうので調査も受けてるんですけど、全く浮気しない。わかる？それ。だって今ね、余裕がない。もう余裕もないし、で、出張って口実どこにあんねんって。確かに。明日から、ね、あの、岩手映ってないから、岩手出張やねんとかね、あ、ごめんなさい。ね、そんなわけもないし、はい、東京も行けないし、大阪もで、みんなその、外出制限で、夜のその、あ、濃厚接触、はい、うん、しているところ行けないでしょ、まあ、繁殖時するとこも、ね。だから今ね、なんかね、あの、感染経路不明っていう、たくさんいてますよね、うん、あれのほとんどがね、やっぱりこの間捕まったじゃなくて、はい、あの議員さんがね、セクキャバ行ってて風俗系行っててって言って、ね、あの人とか、そういう感染経路不明なところはそういうちょっとオイル系のそういうところなんだって。だから言えないとかね。だから今もうそんなコロナだったら徹底的に調べられるから、ね、あの言えません言った時点でも怪しいよね。そうですね。普通に例えばあの本屋さん行ってましたとか、うん、スーパーでちょっと選んでましたとか言ったら言えるけど、だから浮気もしづらくなったんで、これからが夫婦のこうね、あの語り合える時間を持たれてもいいと思います。ということで本日の恋愛大学はそろそろ終了しましょうか。はい、ではセミコ先生、はい、今日の取りまとめをお願いいたします。ですよね。これね、コロナでもスーパーマーケットでみんな2メーター開けてますよね、はい、これ夫婦もそうですよね。あのこのソーシャルディスタンスっていうんですか、その距離っていうのを、あの顔を見ないとか、いい距離感っていうのは非常に大事だと思います。皆さん距離を取ってみましょう。